で、その鬼滅がもう終わりかけやった。初めからそう見れなかったからさ。え、でもさ、あれ映画のまんま、なんかオリジナルな部分ありました？どうでした？映画のまんまですか？それやったら録画してない、してない、あの U-NEXT で後から見れるかなと思って。小熊さん、お星様ありがとうございます。そう、1話は、はい、本当のパパ、本当のパパでそんな複雑な家庭じゃない。そう、U-NEXT って結構いいよね。結構良くないですか、 U-NEXT。 U-NEXT 回珍しいですね。みんなさ、ネットプリックスじゃない、ネットフリックスか Amazon プライムやから。え、今日めっちゃ寒くてびっくりした、やばい。炭治郎がリーゼント、マジ？それは新しい。そう、 U-NEXT はアニメが多い、アニメを見るには U-NEXT って聞いたことある。え、すごい、この服さ親指出んねんけど、おもろ。銭湯したい曲決めた。え、あれね、自分で決めれない、決めれないんだよ。そう、今日めっちゃ寒くて、あ、モバメの写真の答えは皆さん気になりますか？もしかしてブルジョワって何？ねえねえ、気になりますか？あ、よかった、気になるという声をいただきます。あのね、あのモバメの写真はミカナさんなんですよ、実は。はい、なんかこういう感じのやつなんですけど、マスターハンドじゃないよ、ミカナさんです、正解。あのね、そう、私がね、バーベキューの前にあのもっちゃん、フーはジオンと喋ってたんですよ。じゃあ、あのミカナさんがこっちに来てくださって、こう腕組んでお手手繋いでくれて、え、死ぬと思って、やばーと思って、みんなもびっくりしてて。でね、その今日ツーショットあげてくださってたじゃないですか。それもね、私がフーアと一緒にそのアスレチックにいたんかな、アスレチックらへんにいた、あ、違う、ブランコらへんかなにいたら、ミカナさんがこっちに来てくださって、写真撮ろうって言ってくださって、と思って。私自分から声かけれないので、そう、めっちゃ嬉しくて、ミカナさんから、そう、2回もその手をつないでくれたり、一緒に写真撮ってくれたりで、一緒に写真撮ってたらね、シオンがこっちに来てね、私押し飛ばされてバーンって、で、私のミカナさんやから、私のミカナさんなんだけどみたいな言われて、え、ごめんみたいな。で、そのままとぼとぼもっちゃんらのとこに帰ったら、もっちゃんらもびっくりしてた、え、めっちゃ突き飛ばされてたよみたいな。そう、もうびっくりした、え、と思って、めっちゃ睨まれてさ、はい、そのまま。そう、一応ね、私先輩なんやけどなと思いながら。そう、びっくりした。まあでも、その後にね、夜にミカナさんがお手手をつないでくださったんで、もう大好き。すりむいてる、何が。で、ミカナさんが写真を載せてくださってから、あのフォロワーが100人ぐらい増えてびっくりしました。こんなにパワーある。すごいと思って。
そうで、ミカナさんぐ、私ミカナさんぐらい綺麗かったら、そんななんかライバルし、なんか私のミカナさんみたいな、あそこまで綺麗かったらもうみんなのミカナさんなので私のミカナさんとか思ったことないですねそうすごいですよね、影響力っていうんですか、半端ないと思ってミカナさんより綺麗と思ってそう、誰がなつきちゃん、お猿さん、ありがとう。どんな感じで手つないできたの、え、どんな感じだって、もうさ頭真っ白になって、なんかそう腕こう組んでつなぐみたいな感じやった気がします。でもう可愛いって言ってくださって、いやもうこっちのセリフですってあ、また待ち受けしてくれる、ありがとうはい、まあ昨日ね楽しかったです。もう今日のお昼ぐらいまだ余韻に浸ってました。カルちゃん、もみじありがとう。昨日結局バスで寝れたん、え、なんかなんやろ、行きのバスで、行きのバス隣がコハタンやって、もうキャッキャキャッキャ喋っててじゃあなんかもう喋ってるの見えら二人だけあってさで、え、みんなめっちゃ寝たり、そう個人で携帯触ってたりとかやったから、え、喋ってるの見えらだけやんみたいな、見えらも別行動しようってなって、バイバイって言って個人イヤホンして個人モード入って、で2時間ぐらいバスやったんかな。で、あの私なんか全然眠たくなくて、でその残りの30分ぐらいで眠たくなって、ちょっと無駄にちょっとしんどくなったやつですね。15分ぐらいしか寝れてない。キャンプの配信での黒歴史は何、え、もう全部やろもうほぼ全部でしょ、もう嫌やもうマジでほんま思い出したくないことがたくさんある。え、ちゃうねん、ちょっとあの料理の件はちょっと言い訳させてくださいじゃあほんまに、じゃあほんまにな、別に料理は好きじゃないよ、もともとなんかすることはあるけど全然好きじゃなくて、なんかするってなってもなんか簡単なハンバーグとかホイコーローとしかほんまに作れん。あ、でもチキン南蛮とかも作ったことあるんですけど、もうほんまにあの分かっ、あの材料がなかってん、お肉とかなかってさ、ちょ言い訳、ほんまに言い訳します、マジで言い訳。だからそのなんかもうインスタ映えやし、ちょっとお菓子系に逃げようと思って、ほんでなんかじゃあもうあんなもうさチョコがさもう焦げてチリみたいになってさそうマジでほんまにさ、マカオチョコレート作ってる国マカオですか、マカオの人に申し訳ないですえ、でもさ初めにさ材料選べる人らめっちゃずるくない、あの順番なんなんマジで隣で美咲めっちゃ拗ねてたからね、え、マジでもうなくなるじゃんみたいに言ってあれでファン減った、え、マジでみえも思った、あ、もうあれをあのコーナー終わった後に、あーふうわに、あーもうファン減った、ファン減ったみたいな話したもんガーナかマカオじゃないんね本当はね、なんかマジで無難にお肉料理やったら何でもまあ作れるじゃないですか。でもまあなんかそのテレビじゃない、なんかバラエティ的な感じやし、ちょっとお肉なんか脇汗かきそうこの服ちょっとね、ちょっとあの気候に走ってしまいましたマジでほんまに
思い出したくないマカオって国あるよね。マカオじゃない、カカオ、え？ちょっとわからないからね、ほんまにゴミ箱とかも言われたしねまあこれからちょっと、はい、反省したので、その頑張っていきますはい、そうですね。お姉ちゃんの手作りチョコ食べたことある人が空いていないので安心しました。ああ、そういう解釈してくれてありがとうございます。そうなんですよ、私ね、もう人の手作りとか食べるのめっちゃ嫌なんですよ。そういうタイプやから、その自分のなんか手作りとかも絶対そんなあげたくないの、なんか気持ち悪いと思っちゃうだからそのなんかトマチョコとかもちょっと食べれなかったし、え、マカオわかる？え、ですよね、ちょっと人の手作り無理よね。人のおにぎりとか絶対無理やろ。プロしか勝たん、プロの作った料理しか勝ちません。もう店のものはプロが作ってるものじゃないですか、だからいけます。でもスーパーとかのおにぎりとかもちょっと無理かも。友チョコに命かけてた、そんなあやちゃんのなんか食べるに決まってるやん寿司もね、最近な、寿司、お寿司嫌い、お寿司、私お寿司嫌いと知ってますか？最近食べれるようになったんですよ、ね、もう時間が、え、やば、早い、無理話したいこといっぱいあるのに。そう、みんなには市販のチョコをあげますちょっと先にランキングになります。13位ミュウツーさんありがとうございます。12位ゆうちゃんありがとうございます。11位しんちんさんありがとうございます。10位なつきちゃんありがとうございます。9位こばりくんありがとうございます。8位キャベツさんありがとうございます。7位カルちゃんありがとうございます。6位しんしぐさんありがとうございます。5位元気くんありがとうございます。4位たけぽんありがとうございます。3位トマトさんありがとうございます。2位たくやくんありがとうございます。そして第1位こぐまさんありがとうございます。はい、ということでまだ終わらないけど、さっきランキングに出きました、ありがとうございます。はい、あ、ちょっとみんなさ、みゆさ、そのキャンプの時さ、あのみゆのさファンの人ってさ、あんまなんかリアルタイムでさなんか書いてくれる人少ないなってちょっと思って、ちょっと見てくれてないんか、なんか悲しくなりました。まあしてくれてる人もいるんですけどまあお仕事とか後で見るとかもあったと思うんですけどね。ほいそう、ちょっと悲しかった。もっとさなんか見え、なんかなんなんやろな、なんか少ないなって思います。本業ちゃうやん、絶対全然更新してないやん違う、コメントじゃないの、ツイッターとかな、ツイッターとかにあ、もうちょっとで終わっちゃう。みんな今日もありがとう、楽しかったです。あ、うん、してくれた人は見た、見てた、ごめんね、やめ、いや、みえがわがまま言ってるだけ、ごめんなさいはい、バイバーイ、ありがとうございました。